皆さんこんにちは。9月に入り阿蘇はすっかり秋めいてきました。秋といえば食欲や芸術の秋ですが、行楽の秋、阿蘇市には阿蘇の旅がもっとお手軽になる阿蘇カルデラバスが運行されています。このバスは平成26年度観光庁観光地域ブランド確立支援事業として8月13日から10月13日まで試験的に運行されているものです。今回はこの阿蘇カルデラバスについて詳しくお伝えします。この阿蘇カルデラバスは1日1便の運行で、午後1時に道の駅阿蘇を出発します。そしてこの後阿蘇神社大観望と阿蘇を代表する観光地を2カ所回って、お客様のそれぞれのお泊まりのお宿にまでお送りするというコースです。先着20名、もし予約が満たない場合には当日の受付も可能だということです。料金は大人が1000円、子ども12歳以下が500円となっています。では阿蘇市観光協会の松永さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。8月13日から始まったこの阿蘇カルデラバス、はい、手応えは今のところどういったものがありますか？今回は公共交通機関で来られたお客様が直接、観光地を巡ってそのまま宿泊先に行けるというとってもお得なバスなんです。で、8月よりは9月のご予約の方がだんだん増えてきてますので、まあ今からの手応えを感じていきたいと思ってます。実際に阿蘇神社そして大観望と2カ所の観光地を巡っていますが、巡り終えたお客様からは、どういった声が届いてますか？はい、やはりもう少し滞在時間を長くしてほしいという、ありがたいお言葉を、ご意見をいただいているものですから、今回の、実証実験なものですから、それを機に検証して、次になんかつながるような取り組みにしたいと考えています。これをきっかけにどんなことに発展したらいいなとか考えていらっしゃる？そうですね、一つは、今回もやってるんですけど、お荷物を先に例えばお宿にお届けするとかで、身軽になって阿蘇を観光していただきたい。それとやはり二次アクセスが弱いと言われている中で、そのお宿さんまでをお送りするバス、しかも観光名所を巡っていく、このような、バスが域内でこうずっと回る。でそれが、しかもお手頃なお値段でできればなと思ってます。JR 阿蘇駅が隣、始発のお隣にありますし、熊本からでも、もちろん大分とかからでも、地元からでもね、たくさんの観光の方に。そうですね、今回初めてのルートを作ったもんですから、ぜひ乗っていただいていろんなご意見をいただいて、僕らもそれを参考に考えていきたいと思ってます。ではお客様にも少しお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はどちらからお越しですか？栃木の方から、旅をしてって感じで、いろんなところを回ってるって形で、阿蘇は初めてですか？阿蘇は初めてです。今日は阿蘇神社とここ大観望に来られて、ご感想はいかがですか？この大観望は本当自然というか、ここにカランデラの中に人がいるっていうのが本当にすごいなっていうふうに思って感動しました。阿蘇神社はいかがですか？阿蘇神社は正直そんなすごい神社じゃないのかなと思ってたんですけど、けど行ってみたら結構大きな神社で風情もあっていいなと思いました。今回阿蘇カルデラバスはどうやってお知りになったんですか？観光案内所の人にちょっと聞いたらおすすめですよっていうふうに言われたので、それで知りました。実際乗ってみていかがですか？実際乗ってみて、本当値段も安くて、旅してる自分からしたらすごいいいなっていうふうに思いました。じゃあまたぜひ阿蘇においでください。お待ちしています。どうもありがとうございました。阿蘇カルデラバスは10月13日までの運行となります。お問い合わせは阿蘇インフォメーションセンターまでお願いします。皆さんぜひ阿蘇カルデラバスに乗って阿蘇の歴史やこの雄大な自然を満喫しに来てください。お待ちしています。